あ、ごめんなさい、おかけください。あ、はい、はい、受付でプリントもらってます、なんか。はい、受付でプリントもらってます。はい、じゃあ、鳥のプリントを出します。ごめんなさい、置いてきちゃった。あ、じゃあ、待ちですか。あ、はい、あ、じゃあ、もう行ってください、ごめんなさい。あ、いいですよ。あ、いいですか。すみません。中田さん、プリントって渡した？そう、いただいたんです。椅子の上に今置いちゃってて、置くの。あ、そうです、ごめんなさいね。すいません。いえいえ。はい、ミッキーな。じゃあ、このプリントを。はい、こんにちは。いいね、いいね。今見させてもらってね、ここに何かかさぶたがありますわ、はい、で何かこの辺がちょっと羽が少し短い、はい、でここにちょっと血痕がありましたね、はい、でここがかさぶた皮膚があったと、でちょっとあの栄養状態は痩せてると、体重がね、あの測っててわかるかもしれないけど、まあ、そうですね、100とするとさ、かなり筋肉薄っぺらくなってるから、70% ぐらいかな。で、実際の体重は、現状は 54g と。それから、その緒って言って、胃袋3つあるんですよ、この子たち。一番目の胃袋をその緒って言うんですけど、そこに餌が、まあ、入っててほしいんですけど、まあ、ほとんど今は入ってない。そんな、それでちょっと餌を並べて食べてくれればなと思って、で、あとさ、ちょっと私は見てないけど結構出血したってことは、ここが、あの血液用の液体が溜まってたと思うんですよ。で、それがここ、かさぶたは破れた後、そこを止めるためにね、あのかさぶたができて止まってるのかなと思いますけどね、普通そんなもんできないですよね。あ、初めてです。ですよね。で、アクシデントがあったわけでもないですよ ね、まあ、そうだから、それまあ炎症で起きることももちろんあるし、まあ、年齢がさ、11年13年と7ヶ月齢だから腫瘍が絡んでる可能性もあるし、から、まあ、なんか他にもいろいろあります、あるかもしれませんね、あると思うんですけどね。で、結構早くって、今日って時間あります？大丈夫です。もし可能だったらね、まず一回ちょっと暖かい部屋に入れて、で、口の中の色見るとさ、舌の色とか薄いんですよ。そう、要は舌とか舌の色が、まあ、薄い、ってことはですね、貧血してます。貧血してるってことは赤血球が少ないわけですね、赤血球が少ないわけです。で、ちょっと ICU さんは温度を上げといて、33で電源入れて、赤血球が少ないということは、赤血球で全身に送られて、その時にヘモグリンと酸素をつけて全身に酸素を送るんですよね、その赤血球が少ないということは全身が低酸素になってくるんですよ。そうするといろんな臓器、体の中のいろんな臓器の機能が落ちてくる、機能が低下してくると。だけどこの機能低下する順番があってね、優先順位が血液を、人間もそうだけど、心臓から血液を送って、一番優先は自分の脳と自分の心臓と肺、命に関わる方が一番優先で、2番目がお腹の中、胃とか腸とか肝臓とか腎臓とか膵臓とかね、で、3番目が体の表面
になってくるのかな、その血液とか酸素という優先順位がね。でまあちょっとそういうことが身体検査で思いました。でまあかなり痩せてるということもよろしくないし、でもし可能だったらね、レントゲンをちょっと撮りたい。だけどいきなりレントゲン撮るのはちょっと怖いんで、今からちょっと暖かい部屋作って、そこの部屋でちょっと酸素かがします、はい、でちょっとだけ酸素濃度を高めて、それでレントゲン撮って、でレントゲンも麻酔も何もしませんので、はい、私がたちが手で持って軽く、で2方向ね、横向きと正面の写真撮らせてください。そうするとこの子の体の中のこと、心臓とか肺、あの肝臓とか呼吸器系、肺とか機能というんですけど、はい、そういったところが分かるか、あと骨の状態も分かる。もしこれが腫瘍が絡んでるって悪性だとすると転移する可能性なんですよね、はいはい、でそれの場合転移するとすると骨に来ると肺よりね、ワンちゃん猫ちゃんは、まあ、なんか悪性の腫瘍があると近くのリンパ節か肺へ飛ぶことが多いんですけど、鳥さんは骨に行くことが多い、まあ、その辺はちょっとレントゲン取ると確認できるかな、はい、ということですね。ちょっとIC つけて33、ちょっとこのカゴでお水を入れさせてもらいます。あ、はい、すみません。それでそこの部屋今温めますから、はい、それで、はい、でね、このさえずりってねめっちゃ大事でね、くーちゃん今後ですね治療するにしてもですね、そんなにこの子たちいろんな検査できないじゃないですか、はい、だからクーちゃんもですね、健康チェックの検査の代わりです、これ。あ、はい。クーちゃん、クーちゃんごめんね。体重を朝晩、それからこの子のいるところの温度。はい。あ、もういいよ、この子入れ、電源ついたら入れてくださいね。で、温度差が知りたいんでね、この子の環境、温度と湿度をちょっと測ってほしい、はい、朝一番、まあ、昼過ぎ、仕事、あ、いやだから測れる時だけ、毎日じゃなくていい、はい、うん、毎日なくてもいいですから、できるだけでいいですよ、はい、もちろん。で温度湿度ね、例えば26で 66% とかね、この子のいるところの温度湿度、はい、それからちゃんとさえずって元気かどうか、はい、まあさえずってるから元気だと思うんですけどね、はい、食欲は散らけるわけだから見れないんで、ここを見たいんですよ、はい、で、うんちが何個してるか、おたこらって40個から60個ぐらいうんちしてほしいんですよ、1日に同じところにこう固まる、あ、そうするとそれで例えば10個分とかね、1個が多分これぐらいだと思う、もうちょっとじゃ、そうそう、これぐらいになってくるから、まあそれで大体でいいんですよ、うん、数えれんかったらまあ体重だけでも測ってもらえるといいんですけどね、うん、もし数えるんだったら前の夜から朝までで、例えば20個で、朝から夕方まで数えたら15個でと、うん、そうそう20時間で35個でいけるよ、うん、ただおしっこはまあうんちと一緒に出ますよね、うん、であとはまあさえずり、まあ元気のところで関係しけど、さえずってれば100としてください、喋、はい、ってたりね、喋、はい、る子が喋らんかったらさえずってても調子悪いということになります、はい、これをちょっと観察しながらね、はい、で治療していきましょう、はい、でその前にちょっと情報が欲しいんでね、はい、レントゲンを今から取ります、はい、リオ君説明もちょっとしてないから、あ、聞きました、はい、これとそれからレントゲンは、うん、3000、1枚あれば2方向取れると思いますから、はい、それだけで今から取って、でこの場で検討しますんでちょっと待っててくださいね、あ、はい、大丈夫です。で写真撮ったらまたあの部屋で酸素かかせますんでね、はい、はい、じゃあ、はい、この方はちょっと持っててくださいね、はい。